どうもこんにちは、K です。今日はラグジュアリーの給料について話をしようかなと。というのも、DM で質問いただきまして、読み上げると、私は就活で某メゾンブランドから内定をいただいているのですが、賞与の部分がインセンティブ性となっています。これは確実に賞与が出るのではなく、個人の売上予算の成績によっては、賞与が一切出ない可能性もあるのでしょうかと。 いうことで、質問いただいてるんですけど、まあこのラグジュアリーのインセンティブと賞与、まあボーナスって結構ね、ほんといろいろなパターンがあるんですよね。例えば、まあボーナスがシンプルに夏と冬で、 まあ年2回出ますと。まあ基本給にかける固定で、もう例えば2ヶ月とか、1.5ヶ月、3ヶ月とか、まあそういうブランドはも,もちろんありますし、中にはそういったこう、決まった賞与はなくって、毎月インセンティブ計算みたいなのがあって、毎月の店舗の売り上げ、個人の売り上げ、例えばラグジュアリーでて入社すると、 最初すぐにはないかもしんないけど、あなたシューズ担当ねとか、レザーグッズねとか、プレタねとかみたいなチーム割が大体あるんですけど、そのチームのその、いわゆるカテゴリーの売り上げがね、ちゃんと毎月達成したかというのを見られて、それによってもインセンティブが出たりっていう、毎月インセンティブあるけど、ボーナスなし系と。 いうようなブランドもありますし、結構強いのは、これパターン C なんですけど、年2回のボーナスね、夏と冬もあって、プラス3月あたりに、3月末かな、1年間の個人成績っていうのをまあ見て、プラスもちろん店舗もだし、まだそういうイベントの例えば達成度とか、目標の達成度といろんなところを見て、それでまあ評価を例えば A とか B とか C とか出されて、それに応じて、 基本級のえー何、えー、そこでボーナスとしてもらえるっていう。ただ、このパターン C は、まあ要は年2回6、12にボーナスあって3にもあるので強いんだけど、その分月々のインセンティブはないというような会社もあったりとか、本当に結構いろいろあるんですよね。で、まあ僕の経験談からすると、賞与の部分にインセンティブ性と、 書かれてる場合は、おそらくですけど、まあパターン B が近いのかなというのは思ってて、ただまあ、しょうよってなってる場合は、 まあもしかすると3月のね、年度末に、まあある程度の、こう1年間の成績とかを見られて、それによって、こう、インセンティブとして、商用が出る可能性っていうのもあるんですけど、まあ基本的に僕はね、結構お金に、あの、シビアだったので、新卒で入る時もそうだし、まああとは転職する時もだけど、まあボーナスがそれなりにもらえないような会社には、 行かないようなタイプだったんですよ。あの、転職活動の時もめちゃくちゃそれで交渉というかいろいろ喋ったんですけど、そのね、会社の時はやっぱ、商用、カッコ、例えば年2回とか、夏冬2回みたいな、そういうような書かれ方をしてて、インセンティブ性ですという表記はね、 僕は個人的にだけど、見たことがないので、この場合は月々でインセンティブが反映される。もしくはその、さっきパターン C の時に言った、年度末に年間の賞与みたいなのがこう出る。年間の賞与というか、インセンティブとして賞与がこう3月末ぐらいに出るっていう。これのどっちかじゃない。 かなと、おそらく年2回とか年1回の場合は、その回数がね、基本的に書いてあると思うので、これが年2回、インセンティブ制と。 いうような書かれ方の場合は、まあ、年2回出ると思うので、ちゃんとね。ただその時の比率っていうのは、個人成績とか、まあ、あとはもちろん店舗が最重要なので、やっぱ店舗のね、あの、業績が良くないのに、個人よりすごい高い人がいて、じゃあその人にだけボーナス出しますかっていうと、そうではなくって、やっぱあくまで店舗の予算が達成して、 個人も行ってると、まあそれでボーナスが出ると。まああとイベントとかがあると、単純に個人売りで、そのすごいじゃあ、ものすごいピースを受注したとかだったらその人に何パーセントとか、まあ、それもあったりするんだけど、まあ基本的には店舗もやっぱ重要なので、まあそういうところを見られて、まあ出るので、まあ店舗も行かない、個人も行かないってなると、まあ一切ないって、 っていうのはちょっとどうかわからないけど、まあかなり比率が低いという可能性もまあありえなくはないので、まあこの辺で間違いないのは担当者、人事の方に一番聞くのがいいんだけど、まあ年2回ちゃんともらえるっていうのは期待がちょっと薄いのかもしれないですね。まあ基本的にラグジュアリーのこの給料でボーナスとインセンティブってまあめちゃくちゃ重要で、基本給じゃあ上がりますかっていうと、基本給ってね、まあ上がらないんですよ。 びっくりするぐらい上がらなくって、まあ、もちろん、年数いたりとか、じゃあ役職に就いたりとかすれば、まあ、多少は上がるんだけど、それにもめちゃくちゃ時間がかかるので、もう給料上げるのに手っ取り早いのって、賞与とかインセンティブが充実してる会社に転職することが一番なんですよね。で、まあ、この方の場合は新卒なので、新卒で言うと、まあ、賞与とか、そういうインセンティブとかが、あのー、すごく気になると、例えばまあ、このブランドでも働きたいとか、 このブランドのそのなんか環境がすごくいいからとか、そういうので働きたい人は別だけど、やっぱお金で考えてる人っていうのは、まあもちろんそれすごく大事だと思うんだけど、まあ、やっぱある程度ボーナスがしっかり約束されてたりとか、あのインセンティブが結構もらえるケースがあるとか、まあそれ新卒で知るのは結構難しいんだけど、まあそういうところに入んない。 まああの最初の数年間はやっっぱあるる程度お金でちょっとと苦しむわけけじゃないけど悩みが出てくると思うんだよ自分がいくらやっても給料増えねえとか、いろいろ悩みが出てくると思うので、そこは本当、事前にある程度確認していくのが、まあ一番ベストなのかなっていうのは、まあ思いますね。僕も、まあ僕、新卒の時はそんな意識してなかったけど、まあ運よく結構充実してるところで、で、二社目に移った時なんかは、まあ、 ある程度ね、その声をかけてもらってというか、ま、好条件での転職だったので、もうガンガン交渉して、あの、ボーナスとか、あの、そのインセンティブとかも含めて、前年のその会社、ブランドではこうだったと。でも,も、僕今これぐらいまでだったら前職のところでも多分もらえちゃうから、それ以上じゃなかったら、ま、行かないですみたいな、あの感じでこう交渉して行ったから、ま、結構そのま、インセンティブはね、そんなに充実してなかったんだけど、ボーナスの まあやっぱその比率というかあれも良かったし、基本給もぐっと上がったし、まあそこでやっぱある程度年収上がったんだけど、まあそういうぐらいすごく重要になってくるポイントだと思うので、まあ少与ね、年2回って書かれてても本当に賞与の比率が、 あれ、1ヶ月の給料ぐらいしか出てねえじゃんみたいなところもあれば、3ヶ月まとまって出てるところもあったりとか、結構ほんといろいろ違うので、ま、この辺は、あの、内定もらってるんだったらやっぱちゃんと聞いて、あの、どういう感じなんですかとか、あの、ざっくりでも聞いた方が、やっぱりいいかな。僕はね、この情報でしかないから、僕の知ってる範囲内でしかないし、僕も全部ランドに知人がいるわけではないので、 知らないブランドとかもあるので、もちろんラグジュアリーの中でも。そうだから僕が知ってる範囲での情報ですけど、まあ、醤のところにインセンティブが書いてあるのは、月々インセンティブ系、プラス、まあ、3月にその、年度末としてもらえるかとか、まあ、その辺かなというのは思いますもしかすると、夏、冬はあんまり期待できないっていうところなのかなというのは思いました。はい。そんなところで、じゃあ今日以上にしてもいいでしょうか。皆様ご清聴ありがとうございました。バイバイ。